はい、皆さん毎度です、マッドです。ちょっと今日はですね、実験というか、またチャレンジ企画ですね。ちょっとバカなこと思いついたんでやってみようと思います。そうですね、どういう人がいいかな。ライブスコープっていうですね、ガーミンのやつがありますけども、あれに対してですね、非常に何て言ったらいいんですかね、卑怯だとか、あんなん使ったら誰でも釣れるって思ってる方にこそ見てほしいかなと思います。また持ってない方とか持ってる方もですね、一度見ていただいてですね、笑ってやっていただければなと思います。それでは行ってみましょう。はい、今日は何をやろうと思ったかというとですね、実は YouTube とか本とか、DVD もそうなんですけどいろいろとですね、ライブスコープの使い方がどうだとか、よく説明されてるじゃないですか。正直言ってですね、分かんないんですよね。こうなんかパースペクティブとか、これがこうでとか、あと画面見せられてですね、あとその皆さんも見たことあると思うんですけど、ちょうど魚が食う瞬間とかを画面でこう映してるとかあると思うんですけど、じゃああれが実際ですねどうなってるかというのをですね、ちょっと可視化してみようということで作っていました。でこれをですね見ていただければ、いかにですねライブスコープの、ガーミンのライブスコープがあれば釣れるではないというのがですね分かるかと思います。これを使って釣果に結びつけるのがどこまで難しいかというのがですね分かるかと思います。特に藤田京也プロをとか青木優衣プロを筆頭としたいわゆるスコーパーと呼ばれる方々をですね、誰でも釣れるとか魚探がいいから釣れるんだと思っている方ほど見ていただきたいです。それでは行ってみましょう。はい、でまずこれですね、これ何かというとですね、ライブスコープの振動子の射角です。射角です。この射角がですね、ライブスコープの場合は20度です。20度。じゃあ20度はどれぐらいかというのをちょっと測ってみようかと思います。皆さんスマホを持ってますよね。スマホにですねこういうやつがあります。こういうやつ、これでですねちょっと測ってみましょう。ちなみにこれまだ測ってません。測ってない状態でやってます。今がこういう感じかな。ちょっと上に上がりましょう。これですね、こう240、もっと狭いですね。おお、もっと狭い。やべえ、40から、あ、だいたいこんなもんですね。もうこれぐらい、これぐらいです。これぐらいの射角しかないということですね。要はこれの先にあるところですね。こんな感じですね。はい、ちょっと手頃なんかなかったんで、これがそうですね、40センチぐらいの魚だとこんな感じ、こんな感じですね。ってことはちょっと泳いだらもう行ってしまいます。でこれを照射し続けるとこんな感じで、これをですね藤田京也プロとかはノールックで画面を見ながらここにキャスト、こうですね、こう見てる状態で
と。はい、あれはノールックでこの鼻先に、キャストするというのはですね、どれほど神業かというのは想像がつくかと思います。画面を見て10メーター先、車格ここら辺にいる、バスがでもこう動いてるからこの先動くにはもう何歩先っていうところですね。実はそのライブスコープを使ってて、釣ってる方っていうのはですね、実はそのキャスト精度なんですね。実はあとはその立体的なこれのですね、理解力というか、要はその脳内で処理する、この頭脳ですね、それとあと体っていうのがですね連動するのかどうかというのが実は一番大事で、なので私が常々言ってるようにライブスコープを積んでるから釣れるわけではないというのはそういうところから来ております。あくまでもあれは一つのツールというだけでして、これが単純に積んだから釣れるというわけじゃなく、それを練習を積み重ねて自分のものにした人たちが集まっているのが大会なので、そこで上に行こうと思うとですね、なんていうんでしょう、より一層の修練が必要かと思います。お金を出してですね、器具を買えば勝てるというふうに思っておられる方がいれば、それは大きな間違いです。なので私としては前も言いましたように、これにお金と情熱と時間を突っ込んでるやつが最終的には勝つっていう、で勝つやつが積んでる場合が多いということですですね。じゃあこれまずライブスコープと照射角のお話でした。はい、では次にですね、パースペクティブモードの方行こうと思います。でまずこれがですね、射角ですね、振動子がついているところの射角をやりました。じゃあ次はパースペクティブモードです。パースペクティブモードっていうのは振動子を横にしたやつなんですけども、150度だそうです。ということで150度をやってみましょう。じゃあ行きましょうか。これが220として370、あ、まだ広い、300、もっと広いですね。いやーめんどくせえ。はい、200、もういいか、めんどくせえ。はい、これが俗に言うパースペクティブモードですね、というようなモードの射角になります。広いですね。じゃあ先ほどのですね、射角20と、パースペクティブモード150度の違いは何かというとですね、振動子の縦の射角です。これ今ですね、さっきの20と150っていうのは横の射角です。20と150ですね。でそれが違いますので、今度はその縦にどういう形で射角というか、波動というか、この周波数というか、あれが出てるかというのをちょっとやってみましょう。はい、次はですね、振動子の射角っていうところですね。要はこういう、さっきはこうですね、こうだったところをこう、縦ですね、縦がこうですね。これはですね、パースペクティブモードの場合の、射角です。これが20度、20度なので、はい、これですね。よいしょ、
20度ですね。要はこの角度でパースペクティブモードの場合は照射してます。なので真下は映らないということですね。なので遠方にあるものは映るというのが150度20度ということですね。はい、ではですね、次にですね、普通のやつですね、これパースペクティブモードです。パースペクティブモードは20度と、それがどうなってるかというのをやってみましょう。はい、ちょっとざっくりしてますけども、これが20度のライブスコープの振動子の射角になります。135度だそうです。90度と45度、90+45で135となります。振動子の付け方によって微妙に違うんですけども、基本的には90度と40度なので、こんな感じ。これを20度ですね、この射角を20度で映し出しているのがガーミンのライブスコープの振動子の役割となっています。でその振動子の射角の範囲に映った魚は鮮明に映し出しますが、そこから外れた魚はもうご想像の通りで全く映りません。ということは、いかに狭い範囲をですね映しているかというのが分かるかと思いますし、この前ですね、今井勝孝プロが七色ダムでですね、足が痙攣したということをブログでトップシークレットで書いておられましたけども、魚を追いかける形でエレキを踏み続ければそら痙攣もします。なので藤田京也プロとかですね、青木優衣プロというのがですね、いかに凄まじい練習量と、あとキャスト精度ですねを持っているかというのが分かるかと思います。同じ道具を使って差が出るというのはその修練の差だと思います。またですね、頭ですね、立体的に物事を捉えて、その立体的な場所にこの、その図をですね頭で描いてというか、要は2画面というか画面のところをいかに立体的に頭で変換できて、なおかつ体を動かせるかというのを瞬時にやらないといけないと。特にスモールマウスとかだとですね、足が速いので考えてる間にどっか行っちゃいます。これがですね、アメリカでもですねベテラン勢がですね苦戦しているという理由かと思います。そのスピードについていけないんだと思います。なので皆さんもですね、ライブスコープを買えば釣れると思っておられる方もいらっしゃるかもしれませんけども、まず映し出す、頭で変換する、キャストするっていう、それを一連の動作をスムーズに行えるようにしようと思うと、かなり時間がかかるかと思います。ロックしてですね、ステイして例えば魚礁とかいうところを狙うとかであれば全然問題はないかと思うんですけども、気づいておられる方は気づいておられると思うんですけども、アメリカのプロはほとんどローテーターというのを使っておられません。それは2つ理由があります。1つはですね、エレキで追いかけながら、釣るという、その藤田京也プロとかと同じスタイルでやっているという場合と、もう1つがですね、壊れたら困るから、あまり余計なものはつけないという感じだと思います。あと流通してないかめんどくさいとか、そんな感じだと思う。だから2つでも3つぐらいかな。あとはその知らないかですね。アメリカのプロでですね、今流行ってるのがですね、ガーミンライブスコープの振動子をボートの後ろの方につけるっていうのがシークレットとなってるんですね。これ多分日本の人たちからすると、そんなん普通つけるやんって皆さん思われると思います。ところがアメリカではそれが今最新のシークレットです。ジェイコブ・ウィーラーが先日、実は何年も前から後ろにつけてたんだって言ってまして、っていうぐらいアメリカ人というのは結構大雑把です、魚探に関しては。そ
それが伊藤匠プロとか藤田清也プロとかが上位に行けてたという理由の一つですね。それだけではないんですけどっていう感じで、皆さんもですね、この射角ですね、射角というのをこう意識してもらって、そんな20度っていうのをですね、その世界で勝負してたというのを、ぜひ知っていただいて、いくら3つつけたとしても 3×20 で60度です。60度、180度までいきません。要はその狭い世界を追いかけて勝負してたというのをぜひ知っていただければと思い、本動画を作りました。やっぱり皆さん画面だけ見てもわからないかなと思ってこう作っていましたんで、なんかどこかの誰かの参考になれば幸いかなと思います。ガーミンライブスコープを持ってる方持ってない方関係なくですね、へーと笑っていただければ幸いです。それではまた、シーア。